ここが富坂商業高校です。川村先生は？救助活動をしているとしたら体育館だな。はい、そうですね。屋上に救助ヘリが来ますよ。何かあったんですか？さあ、行きましょう。
早見君、待っていたぞ。急いでくれ。早くしないとアポロンがここを突き止めるかもしれない。さあ、教えてくれ。エキドナはどうやったら処分できるんだ。処分方法、エキドナの。エキドナの処分方法は？エキドナは電気に弱いんです。高電圧をかけてやれば死滅させることができます。電気？電気か。わかった。手伝ってくれ。コンテナを高電圧にかけることができる場所まで運ぶんだ。川村先生。くそ、間に合わなかった。わしは
責任を果たせない。罪を償うこともかなわないようだ。速水君、もう君だけが頼りだ。研究がこんなことになるなんて。よし、行こう。私も一緒に行きます。なんだって？サトシさんの意思を私が継ぎます。どういうことだ？あなたと一緒にサトシさんの部屋に行ったとき、サトシさんが私に宛てた手紙を見つけたんです。サヤへ。僕は別れを告げなければならない。僕は君と付き合う資格のない男だ。恐ろしい計画に加担してしまい、研究のために多くの尊い命を奪ってしまった。犠牲を増やさないために僕はある決断をしたんだ。この決断によって君の命が危うくなるかもしれない。だから今は何も言わず僕と別れてほしい。償いをするつもりだ。どんな償いをしても犠牲になった人たちの尊い命は返ってこないけど、
幸せに、サトシ。サトシさんは犠牲者をこれ以上増やしたくないと思っていた。だから私は、よし、一緒に行こう。はい。あ、コンテナが流されていく。しまった。追わなければ。
ダメだ。もう。ヘリは。